あなたと私で超融合。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウリーです。さあ本日なんですが、プレデタープランツデッキ組んできたので、早速ね、あなたと私で超融合していきたいと思います。プレデタープランツっていうデッキ、どういうデッキかっていうと、アークバイブのね、あのユーリっていうあのクソゲスキャラクターがいるんですけど、その、まあ、ゲスキャラクターが使ってるテーマで、まあ、ゲスキャラクターが使うっていうことはリュウさんが好きだっていうことじゃないですか。なんで、今日はこの大好きなプレデタープランツを回していきたいと思います。まだ正直マスターデールのパワーは低いです。あのね、 OCG の後ね、まだね、あのね、デスペアとかね、あの楽園融合とかがあの残ってるんで、なんかこれまだまだ強化されるんですけど、一応現時点のマスターデールのカードプールで組むとこんな感じなんじゃないかなっていう感じで組んできました。あのね、何ができるかっていうと、あの捕食植物ってとにかくね、相手のモンスターパクって融合するんですよね。うん、例えば超融合、まあ、超融合とか、あとそれからこのサンデー禁止、これのそのカウンター、いや捕食カウンターが置かれてるモンスターを融合さえできるみたいな効果とか、こういう効果を使ってなんかひたすらに相手のモンスターを吸って融合していくのが得意なモンスターたちなんですよ。例えばもう有名なのはやっぱスターベノムフュージョンドラゴンですよね。これトークン以外のフィールドの闇属性以外の、闇属性モンスターか、トークン以外のフィールドの闇属性モンスターみたいっていうことで、単純にその超融合で相手のモンスターを2体吸っていきなり自分のフィールド上にヤバいモンスターが爆誕するとかもできますし、あとまあこれが結構強いですよね、プレデタープランツドラゴスタペリア、融合モンスタープラス闇属性モンスター、まあ、結構相手が融合テーマであれば超融合でいきなりこれ出して相手うえーってなるっていうのがありますし、まあ、効果ももちろん強い。ドラゴスタペリアは、フリーチェーンで相手に捕食カウンターを置いて、で捕食カウンターが置かれているモンスターの効果が無効化されるよっていう、なんかまあフリーチェーン効果無効ですよね。これめっちゃ強いとか、スターブロムフュージョンドラゴンは、特殊召喚に成功した、融合召喚ですか、融合召喚に成功したら、特殊召喚された相手モンスターの打点を吸収して、で、打点をアップする、でこいつが破壊されると相手のモンスター全部パスするみたいな感じの効果になってるんで、まあ強いと。で、キミラグンシアも、まあ、なんだかんだやっぱ強くて、これ何が強いかっていうと、もちろん打点アップするとか打点ダウンさせるとか、あと相手のフィールド上のねレベル、こいつ自身以下のレベルを持つモンスターを除外するとか、こういうことももちろん強いんだけど、やっぱねこれなんだよね。3番目、このカードが墓地を送られた場合、次のスタンバイフェーズにデッキから融合魔法カードまたはフュージョン魔法カードを手札に加えると、これ超融合持ってこれるんですよ。これがねやっぱ強いよね。だから一旦まずバトルフェーズでキメラクエッシャーでぶん殴って、でその後に、まあプレータープライムフュージョンとか融合をして、ドラゴスタペリア出して、次の自分のスタンバイフェーズ、あ相手か、次の相手のスタンバイフェーズにキメラクエッシャーで超融合持ってきて、お前の次のターン超融合確定なっていうプレッシャーを与えることができるっていう、これが強いところですよね。はい、まあもちろん超融合はベルトアナコンダとかから打ってもいいですし、はい、この辺はまあお好みでっていう感じなんですけれども、ね、今回超融合が入ってまして、まあ、このデッキ相手のモンスターパクるっていうことを、まあ、目的というか、まあ、テーマにしてますんで、超融合で出せるモンスターがエクストラにめっちゃ入ってます。例えば同じ属性で種族が異なるモンスターかける2、沼地のドラゴン、まあ、これ結構出ますね。これ結構出る、相手の展開途中でモンスターを吸うっていうことでことができるんで、まあ強い。あとテセウスの魔生物、これ中段かける2なんで、まあ、結構ハリファイバーとかをまあ出してこようとしたデッキにいきなりテセウスの魔生物ポンって出してあげると、なんかもう相手気が狂うみたいなこともありますね。それからこれ、サイバーストークプラスリンクモンスター出せるアースゴーレムアットイグニスター、これは、まあ、リンク召喚を対応する、デッキであれば、サイバーストリンク並んだ瞬間に出せる。それから、ドラゴネクロ、これアンデッド族モンスター2なんで、これ環境で言うとあれですよね、エルドリッチとかあの辺のモンスターを吸うことができると。で、これシソリウワヤーム、これは通常モンスターかけるなんで、まあ、この辺あんま出ないですけど、通常モンスターなんでトークンとかでも出せますから、一応ワイヤーム君でこいつ結構ね効果はめっちゃ強いんですけどね、よく読んでください効果。はい、でこれ、圧倒的最強切り札、聖杯の守護竜アルマドゥーク、これリンクモンスター ×3 っていうリンクモンスター ×3 っていう超緩い条件で出せるんですよ。だから超融合で相手がめっちゃ超展開したリンクモンスター全部吸ってアルマドゥークっていうことができるんですよ。はい、これ最強なんで入ってます。あとはまあ普通に融合モンスターたちですね、捕食植物で出していく融合モンスターたちが入ってますっていう感じですね。で、僕のデッキの場合は、この最強モンスターエッジインプチェーンと組み合わせてまして、これ何が強いかっていうと、やっぱねこれデストイパッチワーク、これがまあ強いんですよ。これ、
一旦に一度しか発動できないんだけど、デッキから融合とエッチエンプモンスターを手札に加えるっていう、なんか1枚が2枚になるカードなんですよね。で、エッチエンプチェーンがそもそも融合素材とか、で墓地を送られたり、まあ、フィールドから墓地を送られたりしてもいいんだけど、あの墓地を送られると、どっからでも、デストイカード持ってくれるんで、エッチエンプチェーンを融合素材にすると デストイパッチワークを持ってくることができるんで、これね、あの、とにかく闇属性の融合テーマと相性がいいモンスターになってまして、まあ、このギミックを、まあ、あの捕食植物に組み合わせた、まあ、いわゆるエッチンプ捕食プレレターエッチンプみたいなデッキになってますね。はい、で、まあ、相手のこれ高校でね、ちなみにこのデッキ高校でぶん殴っていくデッキなんで、相手のヤバすぎるモンスターを、まあ、ラディアンっていう、多次元怪獣ラディアンっていうモンスターで、まあ、しょっていく感じになりますね。これ、闇属性なんで入ってます。これ、怪獣なんかね入れといた方がいいと思うわ。このデッキ先行制圧モンスターに何もできないみたいな、まあ、小融合引けないと何もできないみたいな感じであるんで、まあ、これラディアンを相手のモンスターにプレ相手のモンスターリリースしてプレゼントして、でラディアンを超融合で巻き込んでいくみたいな動きができれば一番かっこいいかな、うん、そんな感じで。初動札は、基本的にローンファイアブロッサムと、まあ、オフリススコーピオあたりですかね。オフリススコーピオは、召喚特殊召喚成功すると手札からモンスターを持ち送ってデッキから、捕食植物なんか出してくれるよっていう効果があるんで、これでオフリスダーリングっていう、まあ、鉄板コンボですよね。オフレスダーリングは、これオフレスでダーリング出してくるとダーリングの効果で融合かフュージョン魔法カードを持ってこれるんで、これで超融合とか、まあ、超越融合とか、プレレタープライムフュージョンとか、まあ、好きなカードを持ってくることができると、まあ、ここでね融合をしていく、まあ、融合できないとこの テーマ始まらないんでね、はい。で、相手の除去札としては超融合の他にこのプレレタープラクティス、プレレタープランニングっていうカードがありまして、まあ、ちょっとトラップカードなんで若干遅いんですけど、超融合のコストとかで切ると結構強いです。融合モンスターが、フィールド上に こいつが墓地に存在する状態で融合モンスターが融合召喚に成功すると、墓地のこのカードを除外するとフィールドカードを1枚破壊できるよっていう効果があるのと、このね1番の効果結構強いんだよね。デッキから捕食植物モンスター1体墓地送って、フィールドの表側表示のモンスター全てに捕食カウンターを全て、置くと、で捕食カウンターが置かれたレベル2以上のモンスターのレベルが1になると。これね何が強いかっていうと、レベル操作できるんで、まずシンクロテーマには刺さります。かなりシンクロできなくなるから、レベルが合わなくなって、あと結構ケルビーに出すとかいう時もケルビーに出そうと思ってレベル3並べたら、そこでプレレタープランニング発動してあげると、レベルが3にならないんでリンクできないとか、結構ねこれ結構強いんですよ。でしかもめっちゃ強いモンスターがいて、このプレレタープランツドロソフィルムヒドラっていうやつがいるんですけど、これを墓地に送るとこいつね捕食カウンターが置かれてるモンスターをリリースすると墓地から出せるんですよ。怪獣みたいな感じ。これすごく強い。これルール召喚条件というかルール効果というか召喚ルールみたいな感じなんで、怪獣と同じで何でもリリースできます。発動する効果じゃないんで、これめちゃくちゃ強いです。はい、なんでまあこれをまあデッキから落としてくるみたいな感じですかね、プレデタープランニングで。まああとはあんま言うことなくて、まあ基本的にその動き方は対戦動画見ていただければわかるんじゃないかなと思うんで、早速ね、リューリスさんによるね超融合ぶっぱデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。お前のものは俺のもの、俺のものも俺のものだ。さてやっていきましょうか。ユーリ君のクソ事故ったちょっと待ってクソ事故った。あとちょ先行いらないのよこのデッキ。これ先行いらんのよマジで。ちょクソ事故ったこれしかやることないのよ。やばいこれマジで。まあでも一応プレレタープランニングでカウンター置いてでスピノディオネアを破壊してもらうっていうことはできるんで、なんかギリギリワンチャンあるかなっていう。グラバースレッジ悲願か。なるほど。あこれ刺さるんじゃねえか。これプレレタープランニング刺さるんじゃねえか。ガトルホックいいだろう。特殊召喚だな。いいだろう。特殊召喚ここだ。プレレタープランニングを発動。プレレタープランニングの効果によりデッキからプレレターモンスターを1体墓地に送り、お前のフィールド上のモンスター全てに捕食カウンターを置き、カウンターが置かれたモンスターのレベルは全部1になる。これでケレビーには出せない。ケレビーには出せないぞ。よし止まった。完璧だ。完璧なタイミングだった。サンデー禁止いらねえ。でもこれいらねえな。あいらなくもねえか。これサンデー禁止で巻き込み融合できるのか。ちょっと待ってくれ。いろいろできるな。まあ、とりあえず一旦ドロソフィルムヒドラを出すのは確定や。どっちがどっちや。こっちだな。これリリースして特殊召喚。ドロソフィルムフィードの恐ろしい効果。相手フィード上のプレデターカウンターが置かれているモンスターをリリースし特殊召喚できる。そして怪獣出す必要ねえな。サンデウキンジを召喚。
そして金次郎の効果を発動。金次郎の効果により、融合をする場合、カウンターが置かれているモンスターも、捕食カウンターが置かれているモンスターも融合するようにできる。お前のモンスターと俺のモンスターで融合召喚現れよ、プレデタープランツ、キメラグレシュー。これはいいえ。そして、反転召喚スピノディオ、なんだ、なんかあるぞ。グラバースリッチ、いいだろ、それはどうでもいい。そんなものはどうでもいい。そんなことはどうでもいい。で、出てきた、で、これを除外すればいい。おら、キメラクレシアの効果発動、消えろ。ふん、よし、完璧だ、完璧だ、反転召喚。ただ、ちょっと融合が一枚足りねえな。ちょ、行くしかねえか、でもこれは、このまんま。このまんま行くしかねえ。これ、アマーコンダ出したところであんま意味ないしな。あんまり意味ない。融合一枚欲しかったな。とりあえずこれでバトルしていく。ぶん殴っていく。800、1500、1800、2500、結構ライフ集めれたな。よし、ういっ、ういっ、 OK で、メイン2入る。で、アナコンダ出して、あいつ出していこう。ドラゴスタフェリア、さすがに多分相手ターンの妨害はないと多分死ぬから普通に。で、ベルテアナコンダの効果発動して、これ水融合じゃねえか。これ水融合を落とすっていうなんか意味不明な水融合を落とすっていうガチで意味わかんねえこと起きるか。これ超越融合落としてもあんまり意味ないもんな。あんまり意味ない。いや、これはもうね、これはもうね、水融合でいいわけですよ。これは水融合でいい。水融合落とそう。水融合を落として、で、フィールド上に残ってるこの500とかいうのがクソサコモンスターとキメラクエッシャーで融合召喚していこう。召喚条件は、捕食植物プラス、あ、融合モンスタープラス闇属性モンスター現れよ、プレデタープランツ、ドラゴスタメリア。このモンスターはフリーチェーンで相手のモンスターに捕食カウンターを置き、効果を無効にすることができる。これで俺はターンを終了するぜ。さあ、お前のターンだ。効果を一回無効にするが動けるかな。ちなみにリソースは削いでおいた。スカラマリオンの効果を発動できない。キミラフレシアの効果を発動。キミラフレシアの効果により、デッキから融合またはフュージョン魔法カードを。なにー、なにー、なにー。あ、待って、これ分かったぞ、これ分かった。ドロソフィルムヒドラの効果発動。ドロソフィルムヒドラの効果によりキメラクエシアをゲームから除外し、打点を500下げることによってこのキメラクエシアの効果を強引に通していく。絶対に俺は超融合をサーチする。これにより破壊の指名者の対象はいなかった。これによりキメラクエシアの効果が有効。これにより超融合を持ってきたに加えていく。よーし次のターン、お前のモンスターは全て超融合で巻き込ましてもらう。ちなみに次のターンがあればいいけどな次のターンありますかね。僕、次のターンあります。効果無効1体いるんでギリギリ。あー、ティアースケールとかいうやばいの来たー。これ止めないといけないやつなんじゃねえか。さすがにこれ止めないとなんかやばい展開されるんだよな。ちょ、俺ファントムライズその詳しくないけどさ、これあのイゾルで立てるときにしか使わないから。ただこれとほっとくとやばいでしょ、これ多分。さすがにこれやばいですよね。これもうストペリアなんかで無効にするしかないんじゃないのこれ。ちょ、わからんわからんわからん。ちょ、教えて誰か。ちょ、わかんないわかんない。これ無効にした方がいい。いや、もう無効にしよう。わかんねえ、どこ止めていいか全然わかんねえけど、とりあえずこれレベル3じゃなくすれば結構ねいけると思うんですよね。俺、あいつらレベル3じゃなくすればなんか1あるかなって思ってるんですけど、これどうすかね。で、ティアースケールの効果で持ってくることはできないが、未回帰の土の子の効果によって、このカードを特殊召喚していく。うぜえ、うぜえ、ゲボうぜえ、ゲボうぜえ、マジで。ちょっと、もう動くな、動くな、もうやめろ、やめろ。なんで耐水ないんだそれ。え、ステンドグリーブが墓地送られた。で、特殊召喚された。やばいぞこれは、非常にまずい。レベル3が2体、おかしい。レベル32体並ぶのをケアしたのに、絶対におかしい。まずいぞこれ。終わったか。待って、これこれどう OCG のさ、ファントムナイツってどうなるの。これレベル3が2体であのオーバーレイしてなんだっけ、ブレイクソードとか来るのこれ。それともなんかここからいきなりリンク召喚来るのこれ。ちょ、ガチでわからん。真面目にわかんねえ。
でレベル3みたいじゃねえな、これあれだ、リンク召喚だな、ケルベーニ、あー宇宙が巻き起こってる気がするね、これ俺これ予想ターン返ってこないね、これこれターン返ってこねえわ、ちょっと待って、これティアスケール無効にするの絶対早かったな、なるほど、ちょ勉強になったわ。でここ2体でリンク召喚して、ラスティバルしたんですかね、あーラスティバルで一緒来ちゃった、やばいやばいやばい、ちょっと待って、これ止めればよかった、これを止めなかった、うきつい、いやきついな、ラスティバルディッシュはきついな。でダスティーローブ送られて、バスティーローブ効果で除外してなんか持ってこられちゃう、アドバンテージえぐい、ちょっとおかしいよおかしいよ、どんだけアドバンテージ稼ぐ、ラキッドグローブで、そいつの効果も、あティアスケール持ってくるのか、やばい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 、これぶっ壊れとるってこのモンスター、おかしいって、墓地からカード除外されるだけでなんで持ってくんだよ、ステンドグリームの効果も除外してたなんかあんのね、はいはい、なるほど、あレベル1個上げる、なるほどね、手札からファントムライズの特殊感してレベル1個上げる、なるほどね、はい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 、なるほど、でシェードブリがない、やべえ終わったくせえ、これさすがに、さすがに終わったくせえ、やばいやばいやばい、やめてくれ、レベル42体はもう宇宙しか起きない、デッドレシーン、デッドレシーン、デッドレシーンなら耐えてんじゃねえか、デッドレシーンだったら耐えてる説あるんじゃねえか、3-4だろ2000、こっからまだ伸びんの、こっからまだ伸びんだったら終わりだわ、やべえ伸びそう、サイレントブーツの効果でサイレントブーツを除外するとファントム、これマジフォートラップだもんね、ファントムフォックブレード、なるほど、フォックブレードはハーピーの羽根防御でしょれるんでなんとか なりそうですね、でデッドレシーンてかこの何この環境でもさ、マスターデュエルでもデッドレシーンって強えの、ちょ知らんけどデッドレシーンがおもろいな、で2体でぶん殴ってくれ、もう2体でぶん殴られるのはもうちょっと許容するわ、5500だろ、500残んだよ、耐えたか、これ耐えたんじゃないか、またバトルフィール中に墓地から特殊召喚できるやつがいる、デッドレシーンの打点アップはもうどうでもいい、そんなのはそんなものはどうでもいい、そんなものはどうでもいい、ちょっともうメイン2耐えた、生きたぞ生きたぞ、お生きたぞ、神様仏様ありがとうございます、生きたんだったらある、ワンある、生きたらワンある、なんでかって俺は超融合がある、アーゼウスあいつにはラディアンでどいてもらう、絶対に許さねえ、俺はお前を絶対に許さねえ、まずはあー戻ってくるのか、はい戻ってくるのはいい、俺はお前のフィールドのモンスター1体をリリースし、お前のフィールドのモンスターをリリースし、ラディアンをプレゼントするぜ、そしてだな、ファントムフォックブレードっていうカードあんのか、まずファントムフォックブレードをしょらないといけないのか、ちょっとあのキリケンとかいうカードガチでめんどくさいからちょっと一回しょるか、で2900だろ、2900は2900は削りきる、ちょさすがに削りきる、任せろ、あと残り2900なんてもう捕食植物圏内だよ、スターブベノム圏内、ファントムフォックブレードは、墓地から特殊召喚できちゃうんで、何かしらのモンスターを、だからモンスターをぶん殴ればいいわけだ、つまりな、つまりだなちょっと待って考えろ、これセラセニアンと召喚だ、セラセニアンと召喚して、で手札よりマジックカード、これ何、あドロスフィルムヒドラいらない、超融合を発動、俺とお前で超融合、手札を1枚墓地のフリー、セラセニアントを巻き込みながら融合召喚を行う、融合召喚条件はフィールドの闇属性モンスター2体、魅惑の香りで虫を誘う二輪の美しき花よ、今一つなりてその仮面の奥の地獄から新たな脅威を生み出せ、融合召喚現れろ、飢えた牙持つ毒竜レベル8サッピラメフュージョンドラゴン、スターペロモンフュージョンドラゴンのモンスター効果発動、スターペロモンフュージョンドラゴンのモンスター効果は融合召喚に成功した場合フィールドのモンスター1体を選び、そのモンスターの攻撃力分の攻撃力を吸収する、そして
セラセニアントの前にプランニングの効果を発動。融合モンスターが融合召喚に成功した場合、相手フィールド上のカードを1枚を選択し、そのカードを破壊することができる。これでラスティバルディッシュとかいうよくわからねえモンスターには消えてもらう。そしてセラセニアントの効果、このモンスターが融合召喚の際としてフィードから墓地を送られた場合、プレデターカードを1枚手札に加えることができる。これによって、それはどうでもいい、これはどうでもいい、残念だったな。デッキから手札に加えるのはもちろんプレデタープライムフュージョン。これにより俺はまだ融合召喚を1回行うことができる。スターピロムフュージョンドラゴンの効果により、お前の多元怪獣、まあ、お前のっていうか元々俺のやつラディアンの攻撃とか吸収させてもらった。いけ、スターベルムフュージョンドラゴンで攻撃。自分ダメしていいですか、自分ダメしていいですか。ダメージステップ、ドロソフィルムフィダルの効果を発動。墓地からプレデタープランツモンスターを一体ゲームから除外し、お前のモンスターの攻撃力500ポイントダウンさせる。うわー、これが捕食植物だ、これがプレデタープランツ。俺の名はリュウリ、すべてのモンスターを超融合で吸収する男よ。頼むよ、ハンド。いやー、ラディアンきすぎ、ラディアンがきすぎラディアンがきすぎなのよ。とにかく、まあ、一応来てくれるのは嬉しいんだけどさ、この鳥こんな機能あったんだ、知らなかった。え、ここボタン押すとなんか鳥出てくるの知らない。鳥っていうこれあれか、あの儀式のやつか、知らんかった。これかわいいな、この鳥。アチチアットイグニスター、知らねえ。アットイグニスターかマジで知らねえ。なんかなんだっけ、唯一のリンク6っていうモンスターが一応確かいるんですよね。なんかジ・アライバルサイバースみたいなさなんか何の効果も受けんみたいなさ、なんか爆発的にやべえモンスターがいるっていうことは一応知ってんだけど、ちょそのくらいしか知識なくてマジで詳しく知りません。お前誰やねん、お前ダークインファントアットイグニスター、知らねえよマジで、知らねえよマジで。何が起きるんだこれ、これガチで出てくんじゃねえか、これガチ見に出てきそう。はいはい、ダークナイトアットイグニスターと、やばい出たジ・アライバルサイバースアットイグニスター、来たこれ、やばいの来た。これ確か何の効果も受けないんだよな、このカードは。他のカードの効果受けない、超融合もできねえじゃん、超融合もできないじゃん、なんちゃってなんちゃってなんだけど、これ怪獣でリリースはできるんですよね、こういうモンスターって大体。まず融合と、エッジインプチェーンを持ってきます。でめちゃくちゃ苦労して頑張って出していただいたジ・アライバルサイバース君には一回どいてもろて、ですね、ちょっとごめんね、どいてくれる、はい、ありがとうありがとう。でジェプチンプチェーンを召喚して、俺は手札よりマジックカードこれしか打つもんね、超融合を発動。このカードに相手は効果をチェーンできない。もちろん融合いらんのじゃないかな、これも。召喚条件はフィールド上の闇属性モンスター3体、現れろプレデターブランツ、トリフィオベルテム。このモンスターは一旦一度相手が召喚、特殊召喚、じゃあエクスタンスかって、特殊召喚したモンスターの特殊召喚無効にできる。そしてエッジインプチェーンの効果、エッジインプチェーンは融合素材として墓地を送られた場合、デッキからデストイカードを1枚お手札に加えることができる。さあお前のモンスターは全て処理させてもらった。バトルフェイズに行くしかない。でもこれちょっと全然なんか捕食植物っぽい動きかって言われると、これがでも捕食植物だな、これがプレデタープランツだわ。相手のモンスターしょ融合でしょっていうのが、まあ、捕食植物なんで、はい、でこれもセットしといていきよう。ほい、これでターン終了だ。さああがけあがけよ、トリフィオベルテムの前にな。リンクモンスターは即座に無効にして破壊させてもらうぜ。このモンスターが存在する場合、相手がエクストラデッキからモンスターを特殊召喚したする際、その特殊召喚を無効にし、そのモンスターを破壊することができる。これがトリフィオベルズムというモンスターの恐ろしい効果。巡り合い、なそのふざけたカードふざけたカード使ってんな。残念ながら君のモンスターは、おっとリンク召喚はできないようだな。そりゃそうだろうな。
リンク召喚をしてしまうと残念ながら破壊されてしまうからな君のモンスターは。自爆特攻かわいそうに。そんなことしかできない。あれ何こいつ、いや知らねえ、誰、何それ、知らなかった、なんだその効果、ふざけんな、いた、あーお前か、食らってんの、ちょっと墓穴で除外するべきだったじゃん。じゃあ知らねえよ、なんだそのモンスター、ふざけんなマジで、ふざけんなし、ガチで知らんな、なんやその謎のモンスター強いな。シンクロモンスターってあれなんか、なんかいたな、そういえばなんかそれなんかどっかでも使われたな、スピードロイド石器かなんかと当たった時にも使われたわ。これどうしたらいいんですか、これエッジインプチェーンビートですか、もしかしてこれ、これもしやのよもやよもやのこれエッジインプチェーンビート、嘘でしょ。これで勝つってマジ、捕食植物一体も出てきたんですけど、これ発動させる2個があるんですか、このカードが攻撃戦型ジェッジインプチェーンっていうのが使える、そんな効果あったんだ、そんな効果あったの知らなかった、ちょごめんなさい、そんな効果あったんですね、あなた強いですね。知らねえそんな効果、わかんねえけど勝てそう、うわーやった、待って捕食植物出てきてなくない、ほとんど、えっ